皆さんこんにちは、マダルグルビジです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回インド侵攻作戦ステージクリアしています。残念ながら31ターン攻略にかかってしまって、勝利ランクはご覧の通り勝利になっています。大勝利取るためには30ターン以内ということで、惜しくも1ターン届かなかったというのがすごく悔やまれますね。このインド侵攻作戦ご覧いただいた方はお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけども、とにかく雨が多くてですね、攻撃できるタイミングが少なかったのが31ターンかかってしまった一番の原因かなというふうには思っています。ではここから次のステージ進んでいきたいと思います。オリンピックの柔道むちゃくちゃ盛り上がりましたよね。いきなりなんでそんな話するんだっていうことなんですけども、実は僕高校の時は柔道部だったんですよ。なんでね、オリンピックの柔道は特に注目していたんですけども、ちょっと画面がごめんなさい乱れましたね。では新しいステージプレイしていきましょう。見る限りアメリカへの攻撃のようにも見えましたね。でまずヒエン、これが新しく入っています。イエンは戦闘機ですかね。そして艦爆、これがアップグレードされてます。徐々にこの辺りの武器というものが解放されてきているなというところはありますが、冷戦がまだ2、1型から次のグレード来ませんね。3、2型とかね、そのあたりまで一気に新しいもの来てくれると嬉しいんですが、さて作戦の内容です。インドを制圧したアジア方面での戦争に一段落をつけた我が国は、この戦争での勝利を決定づけるためにハワイ・オアフ島を拠点とし、米国西海岸に上陸を開始することになった。米本土攻撃ということですかね。では陣営情報と勝利条件確認しておきます。まずは敵陣営ですが、3つの軍ですね。カリフォルニア、ワシントン、ユタと。一方我々は大日本帝国のみの参戦のようになりそうです。勝利条件です。40ターン以内に全敵司令部の破壊。40ターンということはちょっと長い長期戦になるのかなという感じがしますね。ではゲームスタートです。ではマップですが、常に、拠点一つ確保しているような状況ですね。さらに雲龍、大砲、昇格に赤城、これは前の戦いで参戦した空母と同じですね。それに加えて加賀という陣容です。戦艦は大和、金剛と、加えて長門という、それなりに火力持てる陣営になっているのかなと、陣容になっているのかなと思います。敵の司令部ですが、まず近くに一つレーダーがありますね。で海岸沿い登っていくと一つ、そしてさらに海岸沿いを北上して二つとあります。で内陸部にもう一つ司令部が用意されているというのが今回のアメリカ軍の司令部の配置になっています。では部隊ですね、発進させていきます。ではユニット配置しました。早速アメリカ軍の戦車シャーマンなんかが配置されてますね。確認しておきましょう。シャーマンこんな性能になってます。このシャーマンに対して日本軍の方なんですけども、ちょうど中戦車タイプでいうとこの特二式内科艇、これが同じ中戦車の扱いになってます。スペック見る限りアメリカ軍の方が、同じ中戦車としては能力優位かなと思いますね。あとはせっかくなんでヒエンを、1ユニットを生産してみました。極地戦闘機という扱いになっています。ではここからですね、部隊動かしていきましょう。まずは、このレーダーですかね。邪魔なレーダーありますので、これ破壊しておきます。長門、これによる艦砲射撃ですね。であんまり突っ込むと怖いっていうのがあってですね、敵が展開してきた場合に、特に攻撃機や艦爆ですね、空母や戦艦に対してダメージを受けると
ちょっと怖いので少し控えめに艦隊は動かしていきます。まあ、佐世がアメリカ本土ということもあって、もうこんな感じで取り憑かれてますね。生産した歩兵や内科艇は、あっという間に撃破、残念ながらされてしまってます。まずはやっぱり邪魔な、レーダーから破壊しきるのがいいのか、あるいは迫ってきている敵の戦車、先に片付けた方がいいのか、どちらにしても結構苦しいですね。ま、先に戦車を倒していきましょう。ちょっとこの動きを見る限り、ヤマト、あるいは金剛を、司令部の近くに配置した方が良かったですね。まだ始めたばかりなので、すいません。ちょっと時間巻き戻してきます。はい。では戻ってきました。まあ、ちょっとしんどい戦いになりそうですけどね。しっかり艦砲射撃なんかを当てながら、敵を撃破して回りましょう。敵の数が多すぎるっていうのもあるので、まあ、いかに早く部隊を、まあ、下ろしていけるかですかね。数をね。レーダーなんかもしっかり潰しながら進んでいきましょう。残念ながらね、まだ戦艦とかを投入できなくて、生産できる船が駆逐艦なんですよね。これもまたちょっと痛いところではあります。そして潰しきれなかった。潰しきれなかったけど、ここは冷戦を犠牲にしてでも、ちょっともう、レーダーは叩いちゃいましょう。で、ライトニング、ムスタング、まあ強いですよね。まあ、ヤホーもね、邪魔っちゃ邪魔なんで、まあ、艦砲射撃で潰せるときに潰して回りましょうか。で、やっぱりなんといっても敵の戦闘機ですよね。まあ、本当は冷戦はこの後のアップグレードのために取っておきたいんですけど、冷戦を出さずに、はやぶさを出した場合の大きなデメリットとしてですね、回復のために航空基地を占有してしまうというのがあって、これすごく痛いので、まあ、それを回避するために今冷戦を中心に下ろしてます。冷戦であれば空母でね、回復ができるので、まあ、効率よく航空機を戦場に展開できる、まあ、そういうメリットがあるので、まあ、犠牲を覚悟の上で冷戦を今回展開しています。なんとかね、残ってくれれば、あるいは、空母で回復して、再び経験値を稼いで、まあ将来的には、冷戦のアップグレードっていうのが、まあ見込めるんですけど、なかなかここまで来ると、アメリカ軍の戦闘機の方が、まあスペック値的には 1.5 倍前後高くなってるので、いくら経験値、あるいは、熟練度、練度上がっていたとしても、冷戦では、ちょっとね、歯が立たなくなってきているなっていうのが、まあ、短いですけど、ここまでプレイしてきた感想ですね。いや、これ北上するのも、ままならないんじゃないかと思われるぐらい、いやー、多いな。どうしようかな。まあ、まずは野戦砲をぶっ放すというのは当然やるにせよ。どこにぶっ放すかですよね。まあ、やっぱり近いところからですかね。まあ、スチュアート。このスチュアートを撃破できれば、ここ一つ拠点確保できるといえばできるので、まあ、大きく、一歩踏み出せるかなというのはあるので、ここのスチュアートを撃破しましょう。で、ここに一歩踏み出していくと。
うわ、ちょっと待って。今一撃死したな。マジか。局地戦闘機、フライングラム。これの前に冷戦が一撃死しましたよね、今ね。これは高射砲なんかを固めて、ちょっと回復する手段っていうのを確保したのがいいのかもしれないですね。まあ、想定してたよりもはるかに敵が強いな、という印象がここまでありますけど。ここまで来る、ね、その、兵器の能力差が出ていると、なかなか怖くて攻撃を仕掛けるっていう、次の一手っていうのが、だいぶ打ちにくくはなってきますよね。いや、もう全く進まないですね。このマップってクリアできるのかなっていうぐらい、ちょっと不安な展開になってますけど、リベレーターっていうのがですね、これ爆撃機になってるんですけども、今度この爆撃機が大量に飛んできていて、空からは爆弾、陸からは戦車っていう形で、ちょっと歯が立たなくなってきてます。いや、このマップ本当に攻略難しそうですね。5ターン目まで進んでご覧のような状況で全く進めてなく、かつ敵の大軍に攻め寄せられてるっていうところなので、これ耐えてれば済む話なのかな。どっちかっていうと、艦爆なんかをこのタイミングでもう使い始めて、敵の司令部を一つ二つ潰していくっていう戦い方に切り替えた方がなんか良さそうですね。拉致が開かない状態にちょっと今なってますので、敵の基地司令部に奇襲攻撃を仕掛けるっていう作戦をちょっと考えていきたいと思うんですが、ちょっと今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、安全なところに艦爆を下ろして、空母に乗せて、で、敵の基地司令部、まずは一つここですよね。ここを潰しちゃうっていうのを考えたいと思います。